どうも。今回はまたポイント的なやついきます。ポイントですよ。ちょっとだけ。クリッパーたくさん買うとアタッチメントがすごいことになる。もうね、たくさんある中でやっぱりなんだかんだ言って使うマストなやつらはジュパンね。じゃん。この3つ、1と2分の1ナンバーワンで2分の1、はい、で、これがこの3つがやっぱりフェードにとってはすごく重要、はい、なんだかんだ言ってね、6ミリ、9ミリも意外とこの上の方を作るときにこれも必要といえば必要だけど、仕上がる時の必要なマストはこいつらの3つです。はい、使用頻度が高い。使用頻度がかなり高い、はい、もうこれはもうこれは2分の1はナンバーワンにつなげる時にもちろん使うし、この1と2分の1これは6ミリで使ったところをきれいに仕上げるのにも使えるし、はい、もうそれぞれです。で、この実はね、ナンバーワン、これが結構日本人の平均してグレーの部分を作ってくれることが役目としては結構大きいです、はい、これは大きいです。で、一つこのアタッチメントで覚えてほしいことあります、はい、これ動かし方はね、いろんな動画でたくさん言ってるんで、動かしてるうちになんか滑りが悪いなっていう時が、はい、この時にシャッスポンジ状のヤスリ、これ240番ぐらい、はい、これペーパーだと、ペーパーのね、ヤスリだと、まっ平らな状態でやんなきゃいけないから、ちょっとこれ全体的に当たるのも大変だから、これ、布状の感じっていうかね、柔らかい。柔らかい。スポンジ状のヤスリ。これで、置いてもらって、引く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 、まっすぐ引く。こう刺さ、押すと刺さるかもね。はい、これ、引く、引く。何回かやってもらってで試してみてください。全然違います。滑りが良くなる、はい、滑りが良くなる。どうしても整髪量とか頭皮の油とかね、そういうのが積み重なってここの面がほんとこう真っ平らになって肌と密着しやすくなってくるから、はい、その時に滑りが悪くなってきて、だからある程度この面にちょっと隙間を与えてあげるっていうかね、そうすると滑りが良くなります、はい、これは何、川上さんのちょっとした知恵、はい、知恵です。これウォールでも教えてもらってないです。知恵です。独自、はい、独自です。ペーパーもホームセンター行って何番がいいかそれぞれ試しました。240番ぐらいがいいと思います。なるほど、はい、で、本当この一番あたりなんかもよくね、やっぱりくっついちゃうっていうか、こう滑りにくいなっていう時あるんで、はい、これは一番も全体的にね、反対の反対シーム。なるほど。で、こうやってあげるとすごい滑りが良くなります。これやってみてください。これ。滑りが良くなったからアタッチメントがダメになったとかね、結構アタッチメントでここのバネが
ちょっともう何回も何回も取り外ししてると緩くなってきて、ジーンって落としたりねする時あるんで、ここのブレが出てね、はい、そういう時が一回外してここを細いねニッパーかなんかでちょっと調節してあげると、またこの食いつきも、うん、復活することもあるんで、ね、はい、それもちょっとやってみてください、はい、前回の動画で、はい、それは紙、はい、紙アタッチ、紙ブレード、紙アタッチメント、はい、紙アタッチメント、はい、それは何でなんですか、はい、これはもう本当面をきれいにするっていうか、このね言った通りこの丸みがこうもうほんと滑らかに髪を整えてくれる。でこの裏の部分のねこの角度も滑らかにできてるんで、めちゃくちゃ滑りもいいんで、全体的に面を整えることができるっていうね、はい、これはもうほんと持ってたい一つです。はいはい。川上さん的に、はい、アタッチメントで長さを調節するのか、レバーで調節するのどっちが多いですか？そうだね。そこいい質問だけど、やっぱりしっかり切りたいときは、まあしっかり切りたいというか、しっかり切りアタッチメントをつけるときはもうクローズが多い。うんね、アタッチメント、どのアタッチメントもそうだけど、アタッチメントをつけるときはなるべくクローズが、うん、あって、はい、オープンにしてるときは髪を若干逃がしたいっていうか、逃がしたいっていう表現もおかしいけど、あんまり切れてない、いやおかしいな、切れてないっていうよりも、うん、しっかり切るっていうのはね、クローズ状態でアタッチメントをつけるとしっかり切りたいってなるんで、はい、距離が出るんでね、はい、こういう時はクローズを使うっていう、でオープンにする時はオープンクローズ調整はこのアタッチメントなしは本当ぼかしの時に使うっていう、はい、状態です、はい、アタッチメント使用する時はクローズ、うん、クローズが中心で使うことが多いです、はい、そんな感じで、ね、レバーとの関係じゃないけど、うん、そう、うん、なるほど、うん、はい、はい、今回はそうだね、今回はちょっとしたアタッチメントの紹介で、はい、やっぱり紙アタッチメントが存在するというね、はい、もうマストっすか、マストないと結構これがないと結構厳しい、だいぶ探そうね、そう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 、どこ行ったの、そうそう、これもう本当ここのワゴンの中に3個は必要みたいな、ね、そう、はい、で今ウォールの方でもね、クリッパーもそうだけど欠品がどうしても多くなってる状態で、で作らないわけじゃないんで、これまた出てくるのをね楽しみにして待っててください。はい、これはマストアイテムです。はい、ありがとうございます。どうも。今回はちょっとしたアイテムの話でした。はい、ヤスリでね復活しますよ、はい。はい、やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、久しぶりに。はい。いつものやってみます。やりますか。はい、皆さん。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました。